したボロニミツカヤスビーニンとアイスダンスの優勝争いをご覧いただきましょう。まずソビエトのボロジンスカヤスビーニンのアイスダンスです。女性のボロジンスカヤは19歳、170センチ、そして男性のスビーニンは23歳、186センチです。とにかく綺麗な女性を取り揃えてますね。本当になんかこう美人コンテストと言いましょうか。アイスダンスのペアを組んでから6年目になります。ボロジンスカヤとスビーニン。チャイコフスカヤさんがコーチをしているんですが、どの辺が見どころになりますか？なんて言ってもよく踊られていることですね。タンゴっていうのはこのチャイコフスカヤが得意なんです。作るのがね、はい。ソビエトのボロジンスカヤスビーニン。なんかうっとりするような感じでしたね。ソ連のアイスダンスとイギリスのアイスダンスとの違いはですね、イギリスはとてもよく滑ります、はい、ソ連は非常に踊ります、踊る反対にちょっとソ連は滑らないという嫌いがあります、そこら辺がちょっと違い点があります、はい。
19歳のボロジンスカヤ、23歳スビーニンのアイスダンスでした。高い得点です。 5.8 が1つ、そして 5.7、 5.6、 素晴らしい得点が出ました。やはりチャイコフスカヤコーチの味を十分に出してましたか？出してます。